今日の主役は名古屋港水族館の南極オキアミ。世界中の水族館で見られるのはここだけなんですよ。南極大陸の周りを囲む南極海の全域に生息。南極オキアミの体は体長5センチから6センチ、体重1グラムから2グラムなんです。エビ？エビ？え、エビじゃないの？まんまエビだなって。あ、エビ。シラコとかシラヘンが似てる。エビと似てるっていう声もありますけど。そうです、まあ、見た目はエビにそっくりなので、まあ、そういった思いがあるのはまあしょうがないかなとは思いますけれども、南極オキアミとエビはまたちょっと違う生き物です。名古屋港水族館では1992年から飼育し始め、2000年に世界で初めて繁殖に成功。今でも生きている状態では名古屋港水族館でしか見られないとっても珍しい生き物なんです。エビと違うのがよくわかるのがご飯タイム。植物プランクトンなどを胸の足で一生懸命かき集めています。この胸の足が二手に分かれるのはエビにはない特徴の一つです。そんな南極オキアミ、厳しい環境に適応するため驚きの生態を見せます。それが見られるのが南極の冬。南極オキアミは、まあ、脱皮した時に、まあ、時として。ここでクイズです。冬に脱皮すると体にある変化が起きます。それは何でしょうか？さあどうでしょう。南極オキアミは、まあ、脱皮した時に、まあ、時として小さくなる。正解は小さくなるでした。南極オキアミ、通常は脱皮をして体を成長させますが、南極、まあ、特に冬なんかですと餌となる植物プランクトンとかの数が少なくなって、まあ、栄養状態が悪くなるような環境になりがちですので、体を小さくすることによって消費エネルギーを抑えるというような、いわゆる、まあ、越冬戦略みたいな。冬は太陽が昇らない南極、餌となる植物プランクトンは光合成できず数が減ってしまうんです。少ない食事で冬を乗り越えるため、南極オキアミは体を小さくすると考えられています。私たちが暮らす日本からおよそ1万4000キロも離れた南極、そこにはシャチやアザラシ、カモメなど様々な生き物が生息しています。この図を見てください。シャチを南極の食物連鎖の頂点とするならば、一番下で支えているのが南極オキアミです。あ、なるほど。南極オキアミはいろんな生き物の餌となっています。全南極オキアミ合わせて数億トンぐらいの生物量があると言われていて、これは地球上の生き物の中でも最も多い生き物の一つ。注目してほしいのはこのハテナの部分。南極オキアミを大好物とする生き物が名古屋港水族館にもいるんです。ここでクイズです。このハテナに入る南極オキアミを大好物とする生き物は何でしょうか？正解はペンギンだったんです。こちらがペンギンのご飯タイム。水中に舞った南極オキアミを我先にと食べていく様子は迫力満点。南極周辺で暮らすペンギンたちにとって南極オキアミは主要な餌にしているようなペンギンたちもいます。減ってしまうとやっぱりそういったペンギンたちの数の減少とかにもつながってくるぐらい非常に重要な関係。いなくなると餌として食べていたペンギンや多くの動物が減り、頂点にいるシャチまで減ってしまう可能性も。南極オキアミは小さい体ながら南極の生態系を支えている縁の下の力持ちなんですよ。